今日はボードゲームやカードゲームを見に東急ハンズへ行こうと思っております。今歩いて向かっているところです。着きました。いっぱい種類があってどれにするかめっちゃ迷いそうです。今日は東急ハンズでゲーム買ってきました。カードゲーム、このねナインスタイルポケモンどこだってやつと、植物要は葉物野菜の神経衰弱マジで草っていうね、この2つを買ってきました。で早速ねちょっとまちゃんとねプレイしてみようと思います。まずこっちからやろうか。なんかね、二つに遊び方書いてあってさ、こういう風にね、遊び方書いてあるんだよ。で、まずは、難易度レベル1のやつやってみる？うん。20枚の野菜カードを使用します。野菜カードを神経衰弱のように裏にして並べます。で、野菜カードをめくって、同じ野菜であればカードは自分のものに、異なる野菜であればカードを裏に戻します。で、カードを一番奥持ったから神経衰弱と一緒だね。うん。じゃあこれは、野菜のカード。名前書いてるやつと野菜のカードがあるからこれはこっちに置いといて、これをじゃあちょっと食いますね。野菜どんな野菜があるかみんなに見せていい？うん。例えばこれはパクチーかな。パクチーだね。これはパクチー、うん、でこれ小松菜かな。うん。これは三つ葉かな。三つ葉だね。うん、三つ葉みたいな感じで、うん、もう全部野菜。全部野菜で神経衰弱します。これ私有利なんちゃう？確かに。おまちゃん有利だね。料理してる人が有利か。枚数少ないからやりやすいね、うん。すぐ終わりそう。はい。じゃあ、じゃんけんぽん。じゃあ、まー、あ、ちゃんから。負けた方からでいいの？うん。神経衰弱って負けた方からやる。お、これわさび菜かな。はい。チンゲン菜かな。チンゲン菜。覚えらんないや。三つ葉だね。ほうれん草。パクチーだ。パクチーか、三つ葉かと思った。お、パクチーだ。わー、すごい。パクチー。きたきた。あ、そうか、まだか。あ、なんだこれ。これパセリだね。多分。出てないね。あ、モロヘイヤ。モロヘイヤか。こんなこと覚えてんの。あ、これさっき出したやつや。うん、あ。パクチー、パセリ、パセリか、パセリ、パセリ、パクチーとパセリの見分け、パセリどこだったかな、ここだったかな、あ、これだね、やった、これまーちゃん有利じゃん。はい、パセリ、うん、あ、ほうれん草さっき出たな、これじゃない、これか、同じやつめっちゃあったのか。おー、ちょっと、これもらへんや、あ、びっくりした、モロヘイヤ、モロヘイヤ、これがほうれん草、これモロヘイヤ、モロヘイヤね、めっちゃ似てると見せてあげていい、これほうれん草で、わかるかな、暗いよね、ちょっと調整するか、わかんないね、わかんないね、画像じゃわかんないかも、うん、おー、ほうれん草やった やったー、初めてゲット。水菜なんだこれ、水菜か、水菜出てないとこだよね。あ、小松菜。小松菜か、チンゲン菜と思った。小松菜。これは？あ、春菊ね。春菊も出てないな。これかな。お、当たり。お、当たり。すごい。まーちゃんすごくね。春菊。適当にやったんだけど。これは？まあこれ三つ葉か。うん。あれ三つ葉他出てた？三つ葉多分これ一回めくったよ。小松菜出てきたよ。小松菜どこだっけ、さっきあんためくったよ、小松菜。
鼻水菜だ。モロヘイヤ。これ何やっけ。あ、わさび菜か。触ってないところ。え、触った気するな。これかな。あ、チンゲンサイ。モロヘイヤ、あんたモロヘイヤめっちゃめっちゃめくってる。あ、水菜。わあ。ちょっとすいませんね。じゃあ、水菜いただきますね。くー、モロヘイヤめくりすぎた。水菜。うん。チンゲンが、あれ、これだったかな。違うね、違うね。信玄、小松菜、似てるね、うん。あ、それだ、小松菜。それそれそれ。あ、これわさび菜、はい、そうです。なんだっけ。ピンポン。よっしゃー。あ、三つ葉だ。三つ葉だ。うわー、やったー、追い上げられてる。くそー。あ、モロヘイ、得意のモロヘイ、やったー、られちゃった、やったー、悔しい、やったー。じゃあこれで数えてみましょう。あんたの勝ちだろ、最後の快進撃で。 1,2,3,4,5,6,7,8 枚しかない。5,6,7,12 だね、あんた。9,10,11,12枚。くそー、やったー、悔しい、くそー。もう一個っていうね、ゲームです。もう一個、ポケモンのやつもやろう。いいよ、ポケモンもやってみていい。これ他の遊び方どんなやつだっけ。他の遊び方はこっち、レベル2ってやつ。それもやってみる。なんかこっちの名前のカード使うんじゃない、それは。名前も、あの、あれじゃない、そういうことか、あの、当てなきゃいけないみたいな。ちょっとよくわかんない、後でゆっくり読まないと、うん。じゃあこれは一旦ここ、あれ、こうしとこうか。ひいひいね。はい、これは一旦じゃあ終わりで、ちょっとポケモンもさ、しないよ。あ、ポケモンやってみましょう。ポケモンのやつ、ルールを理解するとこか。そうだね、ちょっとルール説明もして。なんかね、ポケモンじゃないやつもあるみたいよ。どういうこと。だからこれナインタイルっていうゲームがあって、あ、そういうことね、それのポケモン版って教えてもらったの、うん。なるほどね。じゃあナインタイルっていうゲームが多分もともとあって、それのポケモン版みたい。理解した。うん、これ食っとこうか。こっち英語じゃない、こっちか、日本語。まずは、準備として色ごとに分けます。何色がいい。どれでもいいよ、好きな色。ピちゃん、青にしよう。いい、青。うーん、あ、出ちゃった。まあ、うーん、じゃあピンク。ピンク、はい。結構分厚いな、一枚一枚のタイルで。色ごとのセットに分けてるよね。1セット持ってます、うん、で自分の前に並べとくんだって。裏にも表にも書いてあるんだね、これ、ポケモン名が、うん。でも裏と表とかも違うね。で、どっちでもいいから、とりあえず並べとくみたい、自分の前に。並べ方はどんな並べ方でもいいの？うん。配置や表裏は自由ですって書いてある。で、こうやって置いておいて、で、表裏で同じ組み合わせのポケモンはないんだって。だから全部表裏では違うポケモンが書いてあるってことだよね。ああ、そういうことね、うん、裏表で絶対ポケモンの柄が違うよってことね。そう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 。で、遊び方は山札の一番上のカードを表にし、これか、これを表にし、山の上に置いたらスタートです。うん、うん、これから、こっからこういう風にするってことか。そういうことだね。で、それぞれの手元のタイルを入れ替えてから、この配置にやるってことや。だからピカ、イーブイ、モクロウ、ボッチャマ、この手元を、そう、手元をこれに並べ替えるってこと、うんうんうん。で、ポケモンの向きはお題のカードと違っていいんだって。だからピカはこう向きじゃなく、こう、ピカはピカともう同じ向きじゃなくても、こう向きとかでもいいってことだろ。うん、そういうことね。だからピカはピカだったらいいってこと。同じ形に揃えたらいいってこと？そう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 。で、完成したら、完成
って言って、こういうふうに載せるんだって、手を。うん、で、このカードを受け取ると。ああ、で、それではたくさん集めてってこと？すいません。そう。このカードをいっぱい持ってる人が、できたらこれでみんなで確認して、うん、これ通りになってるかっていうのを見て、で、完成してなかった時は罰として、カードを裏返しで受け取らなければならない。裏のカードが2枚になってしまうと、その時点で負けとなります。だって。ああ、なるほど。ペナルティーみたいなのね。ペナルティーみたいなのね。で、誰かが得点をもらったら、またこの、山札にこうやってめくるところから始めて、得点が4枚、これ4枚揃った人がゲーム、4枚、だから4回勝てばってことかな。ゲーム終了です。で、その時点でこのカードを持ってる人が、の枚数で順位が決まるって。なるほど。やってみようか、一回。うん、じゃこれはちょっとこうしまっといて。はい。じゃあ、めくっていい？うん。よーい。スタート。はい、じゃあチェックしましょう。ポチャポチャピカ、モクモク、ヒノ、で、ミジュミジュ、イーブ。あー、正解！すごい！早い！早い！じゃあ、まーちゃん持っといて1枚。あそこ持って向けとくみたいね。じゃあ次、まーちゃんめくって。いい、準備した、うん、どうぞ。あれ難しいな。いない。はい、早い。はい、じゃあ確認ね。ポッチャマ、モクロウ、ヒノアラシ、イーブイ、ピカ、イーブイ、ヒノアラシ、モクロウ、ミジマル。正解。まっちゃん早くない？これ、ないときどうやったらいいか分からへん。裏返して見ていくしかない。見ていくしかないやんな。うん、じゃあやっていいよ。いきますよ。よーい、スタート。うん、いないな。あ、こういうことか。はい。早っ。全然あかん。イーブイ、ミジュマル、ピカ、ポッチャマ、モクロウ、ヒノアラシ、モクロウ、ミジュマル、イーブイ。まっちゃん、リーチじゃん。リーチだ。じゃあ、一回もできてないんだけど。ゆっくり落ち着いてやろう。うん。はい、じゃあ、まあ、めくるわ。はい。これ、こうやろうか。うん、ありがとう。それが悪かったのかもしれん。あ、ほら、やっぱそうだわ。横にしよう。うん。で、確認お願いします。はい。ミジュ、フクロウ、ポッチャマ、イーブイ、イーブイ、ポッチャマ、ヒノ、ピカ、モクロウ。やったー！まーちゃんの完全勝利、完全勝利防いだぞ。やったー。いくよ。うん。間違えるな、これ。分かんなくなっちゃった。なんかちょっとわけわかんなくなるときあるよな。わけわかんなくなっちゃった。どうしよう。わかんない。落ち着いて、落ち着いて。意味がわかんなくなっちゃった。はい。わあ。どうぞ。チェックお願いします。モクロウ、ピカ、ポッチャマ、ピカ、ヒノ、ミジュ、ヒノ、ミジュ、イーブイ。やったー！急にわからなくなってきた。
あ、次、まーちゃんめくる。いない。はい。早っ。確認します。ピカ、ヒノ、ヒノ、ポーちゃん、EV、クロウ、ピカ、ミジュ、ミ、あ、間違えた！間違えたら何やったっけ？これを持ってこうやんの。で、これが2枚集まったらあかんねん。せやんな。ひっくり返して。わーん、わーん、わーん。じゃあめくりますよ。じゃん。はい。早っ。じゃあ確認します。ピカピカ。EV、こういうか、こうか。ピカピカ EV、ミジュ、ポチャポチャ、ミジュ、ヒノ、モクロ。正解！まーちゃんの勝利でーす。どうだった？面白かった？面白い。よかった。焦るわ、これ。ね、これ結構焦るね。で、カードがね、結構思ってる、しっかりしてるから嬉しい。うん、で、これ、わかんないとき、ほんまにわかんない。頭おかしくならへん。わかる。なんか、で、このね、ポケモンの向きとかでもな、あ、どういうこと、どういうことってなるような。そう。この向きね、置いてある向きで、ピーなんかこのね、この向きと同じようにやっちゃうんだよね。うんうんうん、あの、木狼がさ、例えば木狼がこう向いてたら、うんうん、こういう風に揃え、こう置いちゃうみたいな。うん、で、これ自分の方向いてるときめっちゃ有利だ。有利だね。だから横にしないと。横の下にしないと平等じゃないね。うん、横にしないとあかんわ。うんうんうん、うん。それを思った。うんうん、でも A がすごい可愛くてさ、このポケモンね、ポケモン好きだから嬉しい。もう一回やろうか。もう一回やる？うん。いいよ、じゃあ2回戦ね。うん。じゃあこれ戻して食おうか。よかった、まーちゃんが楽しんでくれてて嬉しい。あ、でも向き揃えといた方がいいか。で、横に。あ、でもいいよ。一回バラバラで、うん、バラバラに出た方がいいか。じゃあこれめくって置くときの横に向きになるようにするわ。あ、そう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 、やっていいじゃん、うん、よーいどん。はい、これね、横後ろがねないから困っちゃうんだよね。どういうこと？確認お願いします。ピカ、ヒノ、ヒノ、ポチャ、イーブイ、モクロウ、ピカ。また間違えた。この二人よく間違えんな、あんた。間違えた、はい、もうせっかく最初からペナルティーだ。じゃあない、いくよ、うん、はいはい、はい、おお、確認します、はい、ピッカ、ヒノ、ヒノ、モクロ、どこや、どう見たらいいの、こうこうか、ピッカ、ヒノ、モクロ、ポッチャ、水、イーブイ、イーブイ、ヒノ、ピカ。正解。めくる、あ、めくりますね、はい、ごめん、いいよ。はい、早っ。どこか、うん、ピカ、イーブイ、ポッチャマ、ポッチャ、モクロ、ピカ、イーブイ、ミジュ、ミジュ、ヒノ。正解、ありがとう。あ、これ番号書いてるんだね。あ、ほんとだ。じゃあめくるね。うん、
こうやろうか。うん。どうぞ。はい。わわわわわ。何だ。何。はい。ああどうぞ。EVEV ひの。ひの。ピカピカポポ。木炉ポミジュ。正解。やったで、まーちゃんめくってください。はい、はい、早い。お、ピカ、ミジュ、モクロ、イーブイ、ヒノ、ピカ、モクロ、ヒノ、ポチャマ。正解。あ、リーチだ。リーチ。早い。いきまーす。はい。じゃん。はい、早っ。確認して。はい。木炉、ポッチャマ、ヒノ、イーブイ、ピカ、ミジュ、ミジュ、木炉、ピカ。正解。ということで、まーちゃんの勝ち。2回ともまーちゃんの勝ちだね。うん、これ結構焦っちゃうな。ね、頭使うよね。頭結構使う。ね、面白い。どうしても見つかんない時もあるしね。見つかんない時あるんで、何枚裏返してもさ、うん。で、それで崩れちゃうわけやん。そうそうそう。めくってる間にさ、そう違うやつと交換しなきゃいけないからさ。うん、でも面白いね。これ面白いわ。嬉しい。これおもろい。はい。動画をね、一旦この辺にしようと思うけど、もうちょっと遊ぼう。遊ぼう遊ぼう。うん。じゃあ、今回はこの辺にします。みんなもよかったら、カードゲームやって遊んでみてね。ポケモンと、ポケモンのナインタイルズと、ナインタイルか。ナインタイルとマジで草。やってみました。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。I'm good.